15時55分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに長野道を松本方面へ向かわれる方にお知らせします。雪のため安曇野インターから岡谷ジャンクションまでの区間では冬用タイヤなどによる滑り止めが必要です。続いて外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。以降北インターから美女美ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。引き続き東北道を福島方面へ向かわれる方にお知らせします。郡山インターから郡山ジャンクションまでの区間で雪が降っています。ハイウェイラジオ北関東道駒形よりお伝えしました。